こんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。突然ですが、草食動物は草だけ、肉食動物は肉だけを食べているのに、栄養失調にもならず普通に生きていけるのはどうしてだか知っていますか？本当に突然だな。というか、草食動物だってたまに肉を食べることはあるし、肉食動物も草を食べることはあるんだぜ。え、そうなの？トラやライオンが草を食べている映像とか、鹿やパンダやウサギが肉を食べている映像なんかはネットで検索すればいくらでも出てくるぞ。そうなんだ、それは知らなかったわ。まあ肉食動物が草を食べることに比べると、草食動物が肉を食べるのはかなり稀なことらしいけどな。でもそういうことで言うと、草食動物や肉食動物と違って人間は野菜や肉を、ちゃんとバランスよく食べないといけないってよく言うじゃない。そうだな、偏った食生活は健康に悪いからな。よく考えたらそれって不思議じゃないかしら？どういうことだ？野菜も肉も食べられるということは、それだけ食生活が豊かでいろいろな味が楽しめるから、他の動物より進化している証拠だということでしょ？そうだな、それに食性が偏っているとその食物が欠乏した途端絶滅する危険性があるけど、幅広い食物を食べることができれば一つの食物が欠乏しても、生き延びる可能性が高くなって有利になるからな。いろいろなものを食べることができるというのはちょっと考えるとメリットのように思えるけど、逆に考えると、人間はそれだけいろいろなものを食べないと、健康を維持できない生物ということでもあるんじゃないかしら？いい着眼点だ。実は人間の食性がここまで幅広いのは、それだけ人間の機能が他の動物に比べて劣っているためだとも言われているんだぜ。やっぱりそうなのね。そのあたりのことを詳しく知りたいわ。わかったよ。じゃあ今回はなぜ人間だけバランスよく食べなければいけないのかをテーマに、人間の食性や機能的な欠陥について徹底解説するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。人間の食性について解説する前に、まずは草食動物と肉食動物の違いについて教えるぜ。その違いがわかると人間の食性も理解しやすくなるということかしら？その通りだぜ。草食動物と肉食動物は、歯の形状や目の位置なんかが違いとしてはわかりやすいけど、消化器官もかなり違うんだぜ。ちょっと待って、草食動物と肉食動物は歯の形状や目の位置がそんなに違うの？そうだぞ、草食動物は硬い草をすりつぶすために奥歯が発達しているのに対して、肉食動物は肉を噛みちぎりやすくするために犬歯が発達しているんだ。目の位置の違いは？草食動物は肉食動物を警戒する必要があるため、広い範囲を視界に収めなければならないから目が頭の両脇についているだろ。それに対して肉食動物は、狭い範囲しか見えない代わりに獲物との距離感を正確につかむために目は正面についているんだ。なるほど、そういう違いがあるのね。本題の消化器官の違いだけど、霊夢はなぜ牛や馬といった草食動物は草しか食べないのにあんなにマッチョな体格を維持できるか知っているか？知らないわ、というより疑問に思ったことがなかったわ。でも確かになぜかしら？正確に言うと草食動物は草を食べているんじゃないんだぜ。いや腸の中に飼っている腸内細菌などの微生物に発酵させた草を食べさせて、その微生物を吸収して栄養を得ているんだ。え、そういうことなの？想像するとなんか怖いわね。筋肉を発達させるために必要なアミノ酸などを微生物に作らせて、その微生物を消化しているからあんなに筋肉質な体になっているということだな。じゃあ草食動物というより、微生物食動物と呼ぶべきね。そうかもしれないな。牛なんかは草を十分に発酵させるために4つも胃があるし、それでも発酵が足りない時は反芻といって胃の中の草をもう一度口に戻してすりつぶし直すという行動も取るぞ。そこまでして腸内細菌が繁殖しやすい環境を整えているんだ。反芻ってそういう理由でやっていたのね。ただ単にもう一度草を味わい直しているだけと思っていたわ。さらに、大量の微生物を飼う必要があるために、草食動物の腸はめちゃくちゃ長いんだ。どれくらい長いの？肉食動物の腸の長さは平均すると体長の4倍ほどだけど、草食動物の腸は体長の10倍から20倍もあるんだぜ。ちなみに馬はおよそ10倍で牛は20倍だ。牛の体長が2メートルくらいとすると、腸は40メートル以上あるのね。それは長いわ。草食動物に比べて、肉食動物の消化器官はかなり単純だ。肉は草と違って分解しやすくてすぐ体内に吸収できるからな。だから胃は一つで十分だし腸も短くて済むんだぜ。肉食動物の腸にも微生物はいるの？それがいないんだぜ。人間の腸にはいるけどな。そうなんだ。今ふと思ったんだけど、草食動物が肉を大量に食べるとどういうことになるのかしら？
草食動物の腸内細菌は強力だからな。草に比べて細胞が脆い肉はあっという間に分解されて吸収されるけど、その際発生する毒素を持ったガスをうまく排出する機構を持たないから、体中にガスがパンパンに溜まって最悪死に至るぞ。そうなんだ、やっぱり草食動物は肉をあまり食べてはいけないのね。じゃあ逆に肉食動物が草を食べたらどうなるの？肉食動物は草を分解する腸内細菌を持っていないし、腸が短いから消化されずにそのまま糞と一緒に出てくるぞ。なるほどね、草食動物と肉食動物ではそんなに違いがあることに驚いたわ。その違いを踏まえた上で、次は草食動物と肉食動物がそれぞれにどうやって健康な状態を維持しているのか、その仕組みについて解説するぞ。まだ動物の話が続くのね。ここからが重要なんだぞ。じゃあよろしくお願いします。草食動物は長い腸の中に大量の微生物を飼っていて、それに発酵させた草を食べさせることでタンパク質や様々な栄養素を合成させ、それらを消化することで体を作っているのはさっき伝えた通りだけど、じゃあ肉食動物はどうやっていろいろな栄養を得ていると思う？そうね、肉はそもそもタンパク質だから十分に摂取できるとして、肉しか食べないのに他の栄養素はどうやって摂取するのかしら？確かに考えてみると謎だわ。ヒントは肉食動物が食べるのは草食動物であるということだぜ。あ、ひょっとして、草食動物の胃や腸を食べることで、その中にある発酵した草とか合成された栄養素も一緒に摂取しているとか？正解だ、肉食動物は草を消化することはできないけど、草食動物が途中まで消化していた草なら栄養を吸収することができるし、草食動物の腸内にあって様々な栄養素を生み出す微生物もそのまま取り込むことができる。肉食動物は間接的に植物の栄養素を摂取しているということね。実際に肉食動物は草食動物を仕留めると、まず最初に胃や腸や肛門といった消化器官から食べ始めるんだぜ。そうなんだ、腸内の微生物が生きている間に取り込もうとしているのね。新鮮さが大事なのは肉よりも消化器官であることを肉食動物は本能的に知っているということだな。それに肉食動物が食べるのは生肉だから、火を通すと壊れてしまいがちなビタミンやミネラルも壊さないまま摂取できてとても効率的なんだぜ。あれ？でもそれなら動物園にいる肉食動物はどうなるのかしら？生肉を与えられているのは見かけるけど消化器官まで食べさせてもらっているようには見えないわ。それじゃあ栄養が偏ってしまうんじゃないの？いやいや、動物園の肉食動物は給餌役の従業員の人がそれこそ個体に合わせて、栄養バランス考えた餌を与えているから大丈夫だぞ。あ、そうか、餌をあげているのはプロだものね。そのあたりのことは当然考えているわね。動物園といえば、そこで飼われている肉食動物は3日か4日に1度くらいの頻度でしか、餌を与えてもらえないんだぞ。野生の肉食動物がそれくらいのタイミングでしか狩りをしないから、それに合わせているんだ。動物園にいるからって毎日食べられないのね。それはちょっとかわいそうだわ。逆に毎日餌を与えてしまうと、肉の中に含まれている余分な窒素を腎臓でアンモニアに変えて、体外に排出するという働きが間に合わなくなって腎臓を痛めてしまったりするんだぞ。毎日餌をあげる方が逆に負担になるのね。それは知らなかったわ。ということで、ここまでで草食動物と肉食動物の栄養の摂取の仕方は大体理解できたかな？とてもよくわかったわ。じゃあ次はいよいよ人間の栄養摂取の仕組みを解説するぞ。人間は雑食性だから、草食動物と肉食動物のいいとこ取りのハイブリッドなのかしら？そんな風に考えたいのはよくわかるが、残念ながら逆なんだぜ。逆ってどういうこと？だから、人間は草食動物と肉食動物のどちらの仕組みも持っていないんだ。それじゃあどうやって栄養を摂取しているの？それを知るためには、さらに人間の進化の過程を知らなければならないぜ。またひどく壮大な話に持っていくわね。もったいぶっているんじゃないの？そんなことはないぞ、遠回りをしているように思えるかもしれないけど、周辺のことをきちんと押さえておかないとよくわからなくなる恐れがあるんだぜ。そうなの？まあ寄り道も楽しいから聞くけどね。じゃあ次は、人間はどうやって雑食性になったのか、その進化を見ていくぞ。わかりました。そもそも人類が誕生したのは今からおよそ500万年前と言われているけど、その時の人類は草食だったんだ。それが300万年前から200万年前くらいに始まった氷河期によって植物が減少してしまい、その頃から徐々に肉食も始めたと考えられているんだぜ。環境が変化したことで食べるものを変えたのね。肉食が始まったといっても狩猟によって獣を捕食して新鮮な肉を食べていたわけじゃなくて、
動物の死肉や肉食獣の食べ残しなんかを漁っていたとされているけどな。うわ、それはちょっと引くわね。道具を使って狩りを始めたのもちょうどその頃だけど、狩りを始めたからといって肉が毎日潤沢に手に入ったわけではなく、むしろ肉は時々口にできる貴重なタンパク源で、主食は相変わらず植物や果実だった。だから正確に言うと人類は肉食に移行したのではなく、肉食が食性の選択肢の一つに加わったと考えるべきだぞ。肉を後から食べるようになったから雑食になったということね。ただ、肉を食べることで人類は大きく進化したとも言われているんだぜ。どういうことかしら？500万年前にチンパンジーなどの類人猿から分岐して進化した人類だけど、その頃のアウストラロピテクスなどの猿人と言われる人類は、脳の容積がおよそ 400cc ほどしかなかったんだ。それが肉食を始めた250万年前には約3倍の 1350cc にまで増えたんだぜ。それはすごいわね。でも脳の容積が増えた理由を肉食が原因であるとする根拠は何なの？脳はその半分が脂質で構成されていて、その脂質はアラキドン酸やドコサヘキサエン酸といった多角飽和脂肪酸で作られているんだ。でもこのアラキドン酸は人間の体内で合成できないし、ドコサヘキサエン酸は少しは体内で合成できるけど、それをするにはすごく効率が悪い物質だから結局はどちらも外から取り入れるしかないんだ。でもその二つの脂肪酸は植物にはほとんど含まれていなくて、肉や魚に多く含まれている物質なんだぜ。なるほど、脂肪酸が多く含まれている肉や魚を食し始めたからこそ脳の容量が大きくなったということね。そう、そして肥大した脳を得た人類にさらなる進化のきっかけが訪れるんだ。それは何かしら？火を使うことを覚えたんだぜ。あ、そうか、火ね。それは確かに大きな進化を促す出来事かもしれないわ。人類が火を使い始めたのは160万年前とされていて、肉をはじめとする食物を火で加熱することで栄養の吸収率が高まり、それによって人類はより複雑な道具を生み出したり高度な社会性を身につけ始めるんだぜ。なるほど、食と人類の進化は深くつながっているのね。人類が肉食によって進化したと言われる理由がわかったか？よくわかったわ。でもまだ人間が草食動物の仕組みも肉食動物の仕組みも引き継いでいないという話には全然つながっていないわね。次はいよいよその問題に取り掛かるぞ。本当に？もうもったいぶらないでよ。わかってる、ビシッと本題に入っていくぜ。進化とは余計なものを削ぎ落として新しい機能を獲得することだと言えるよな。あれ？ビシッと本題に入るんじゃないの？まだ進化の話？例えば盲腸だ。盲腸は進化の過程でほとんど機能しなくなった部位で、近年、生まれた時からその盲腸を持たない赤ちゃんが増えてきているんだぜ。強引に話を進めるわね。でもちょっと興味がある話だわ。人間がいらなくなったから削ぎ落としたものは他にもあるぞ。他にはどんなものがあるかしら？例えば体毛や尻尾だな。それらは進化の過程で不要と判断されたため捨てられた要素だ。ああなるほど、それは確かにそうね。しかし、人間には不要になったから削ぎ落とされたんじゃなく、必要なはずなのに削ぎ落としてしまったというのもあるんだぜ。必要なのになくしてしまったもの？例えばどういうものかしら？動物は基本的に必要な栄養素を体内で自分で作ることができて、それでも足りない栄養素を補うのが食べるという行為なんだが、人間はこれが逆転してしまっているんだ。それはつまり、人間は必要な栄養素を自分では作ることができないということ？そうだ、正確に言えば作れる栄養素がかなり限られてしまっているということだな。自分で作れないならどうするの？食べるという行為で外から補うしかないぞ。そして人間は必要となるほとんどの栄養素を食べることから得るようになってしまった動物なんだぜ。なんかすごく効率が悪そうだけど、大丈夫なの？あまり大丈夫じゃないかもしれない。そのせいで人間は他のどの動物よりも幅広く食物を摂取しないといけなくなって、食生活のバランスが大事ということにもなったんだぜ。草食動物も肉食動物も足りない栄養素をうまく生成することができるからいいけど、人間はそうじゃないから食事の前段階であらかじめ、様々な栄養素を取り揃えておかないといけないということね。そういうことだ。そして人間には必要なのに体内では作り出せないものとして、最も代表的なのが、ビタミンだぞ。ビタミン？確かにビタミンは気にして摂取しないといけないってよく聞くけど、もしかして他の動物はビタミンを食物から取る必要はないの？そうだぜ、ほとんどの動物はビタミンを体内で作り出すことができるんだ。でも人間だけがその機能を失ってしまったから、食べることで摂取するしかなくなってしまっているんだぜ。ビタミンって確かいろいろ種類があるんじゃなかったっけ？ビタミンには A から E、それに K と Q という種類があって、
その K と Q はかろうじて人間でも体内で生成が可能なんだ。だから外から取り入れる必要があるのは、A から E のビタミン群ということになる。その中でも最も大事なのはビタミン C だな。ビタミン C は本当によく耳にするわね。逆に K と Q というのは初めて聞いたわ。すでに足りているから話題にならないビタミンなのね。ビタミン C が不足すると血管が弱くなって全身に出血が起こりやすくなり、衰弱して死に至るという壊血症にかかってしまう危険性が高まるぞ。何それ、恐ろしいわね。他にもビタミン B1 が不足すると脚気になるし、ビタミン A の不足は夜盲症。ビタミン D の不足は骨軟化症やクル病にかかるリスクを高めるんだぜ。そんなに大事なビタミンをどうして体内で生成できなくなってしまったのかしら？人間も昔は体内でビタミンを生成することができていたんだ。それが進化の過程のどこかで、ビタミンを生成する遺伝子が壊れてしまったんだぞ。なんで壊れるのよ、意味がわからないわ。壊れた理由はわからないが、おそらく突然変異だろうと言われているな。突然変異も余計なことをしてくれるわね。ビタミンの他にも、人間はタンパク質を合成する20種類のアミノ酸のうち、9種類も体内で作り出すことができないし、ミネラルもほとんど生成することができないぞ。そういえば、9種類の必須アミノ酸という言葉をよく聞くわね。それって絶対必要なのに体内では生成できないアミノ酸を必須と呼んでいるということだったのね。その通りだ。でもよくそんな状態で今まで生き延びてこれたわね。すぐに絶滅しそうなものだけど。それについては、人間が体内で栄養素を生成する機能を失い始めたタイミングが、良かったからではないかと言われているぞ。どういうこと？人間がその機能を失い始めたタイミングで、人間が生息していた熱帯雨林が、温度変化によって急速に発達し、周囲に食べ物が溢れるという状況が生まれたんだ。人間が老せず外から栄養を摂取できる環境が整ったということね。タイミングが良かったというべきか悪かったというべきかはわからないけど、それもそうだな。でも人間が体内で栄養素を生成しなくなった理由としては突然変異説以外にも、栄養素の生成に使っていたエネルギーを他のことに使えるようにするためだったという説もあるんだぜ。ちょっと難しいわね。詳しく説明してくれるかしら？草食動物も肉食動物も、毎日かなり長い時間をじっと動かずに過ごすだろ？あれは取り込んだ食物を必要な栄養素に変換する作用が体の中で行われていて、そのことに膨大なエネルギーを使うからなんだ。体内で膨大なエネルギーを使っているから、それ以外のことには少しでも使わないようにじっとしているということ？そうだ、そして人間はその時間がとてももったいないと感じたんだ。だからいっそのこと体内で栄養素を生成するのを止めて、そのエネルギーと時間を他のことに使えばいいと判断したというんだぜ。そこで余ったエネルギーと時間を人間は何に使ったのかしら？言葉を生み出して意思の疎通を図ることや道具を改良すること、つまり文化を形成することに使ったんだろうな。時には絵を描いたり歌を歌ったりもしたかもしれないな。なるほど文化ね、ちょっとできすぎた仮説のようにも思えるけど、とても素敵な考え方だと思うわ。とにかくそのようにして人間は草食動物でも肉食動物でもない得意な雑食性を持った動物となったんだ。よくわかりました。マリサがしつこく草食動物と肉食動物の違いとか、人類の進化の話をした理由がわかったわ。そうだろ？いきなり人間は栄養素を体内で生成できないという得意な雑食動物なんだ。って言い出しても絶対に理解できないよな。それでもちょっと脇道にそれすぎた感じは否めないけどね。それは進化という現象と同じだな。また変なことを言い出したわね。どういうことかしら？これまでの説では、進化というのは周囲の環境や生き延びる条件といった周囲の変化に適応するため、最適解を探しながら緩やかな順応として行われてきたと思われていたんだが、近年になって、進化は割と行き当たりばったりで無計画で、その場しのぎのものだったという説が定着し始めてきたんだ。人間が栄養素を体内で生成できなくなったという進化は、まさに行き当たりばったりで無計画なものだわ。そういうトライアンドエラーを繰り返した痕跡が現代の人間の体にもバグのようなものとして、しっかり残されているということが分かってきているんだぜ。これからもどんどん発見されるかもしれないわね。人間の行き当たりばったりの進化がどういう奇跡をたどったのかが次々と明るみに出るのは面白いよな。面白いのか残念なのかわからなくなるけどね。ということで今回の、なぜ人間だけバランスよく食べなければいけないのかは以上だぜ。最後まで見てくれてありがとうございました。